春アニメ俺の指で乱れろ。閉店後二人きりのサロンでヘリップから4月19日日曜日放送予定の第3話先行カットが公開された。春アニメ俺の指で乱れろ。閉店後二人きりのサロンでヘリップから4月19日日曜日放送予定の第3話先行カットが公開された。俺の指で乱れろ。閉店後のサロン、意地悪に散らされては、カリスマ美容師アをはじめとアシスタントのフミの恋愛を描いたレコさんによるティーンズラブコミック。本コミックを原作とした TV アニメ俺の指で乱れろ。閉店後二人きりのサロンでヘリップが東京 MX にて2020年4月5日日曜日より放送されている。アニメ化にあたり、監督を野下光隆さんが、脚本を沢山慎一郎さんが務め、アニメーション制作をマジックバスが担当する。RR コミックフェスタ総旅枠の4月新作は、俺の指で乱れろ。閉店後二人きりのサロンでヘリップに決定。キャスト情報も公開。今回4月19日日曜日に放送予定の第3話先行カットが到着した。あらすじ先行カット。第3話、お前が頑張ってるのは俺がちゃんと知ってる。モデルの代役を果たしたフミ。自信をつけたはずだったが、悪質なクレーマーに詰め寄られ落ち込んでしまい、貧血からの空腹もたたって閉店後の掃除中に倒れてしまう。目覚めるとそこは青はじめの部屋。倒れたフミを自身の部屋に運んでくれたのだった。夜食をごちそうになりながら、青はじめの思い出話で2人が幼馴染だと気づくフミ。だが、青はじめが憧れたフミと今の自分との落差を気にして、真実を告げられずヘリップ。話の流れで自身の生活の苦しさ、美容師としての未熟さを語り涙するが、お前が頑張ってるのはヘリップ、俺がちゃんと知ってると、青はじめはフミを抱きしめてヘリップ。作品情報、TV アニメ、俺の指で乱れろ。閉店後二人きりのサロンでヘリップ。放送、配信情報、東京 MX 毎週日曜深夜1時から放送開始コミックフェスタアニメ。毎週日曜深夜0時より通常版を無料配信、大人向け完全版をコミックフェスタアニメ限定で配信、 YouTube コミックフェスタアニメ公式チャンネルで通常版を配信、ニコニコチャンネルで通常版を配信。シーネク。本コミックを原作とした TV アニメ俺の指で乱れろ。閉店後二人きりのサロンでヘリップが東京 MX にて2020年4月5日日曜日より放送されている。アニメ化にあたり、監督を野下光隆さんが、脚本を沢山慎一郎さんが務め、アニメーション制作をマジックバスが担当する。RR コミックフェスタ総旅枠の4月新作は、俺の指で乱れろ。閉店後二人きりのサロンでヘリップに決定。キャスト情報も公開。今回4月19日日曜日に放送予定の第3話先行カットが到着した。あらすじ先行カット。第3話、お前が頑張ってるのは俺がちゃんと知ってる。モデルの代役を果たしたフミ。自信をつけたはずだったが、悪質なクレーマーに詰め寄られ落ち込んでしまい、
貧血からの空腹もたたって、閉店後の掃除中に倒れてしまう。目覚めると、そこは青はじめの部屋。倒れたフミを自身の部屋に運んでくれたのだった。夜食をごちそうになりながら、青はじめの思い出話で、二人が幼馴染だと気づくフミ。だが、青はじめは憧れたフミと、今の自分との落差を気にして、真実を告げられずヘリップ。作品情報、TV アニメ、俺の指で乱れろ。閉店後二人きりのサロンでヘリップ。放送、配信情報、東京 MX 毎週日曜深夜1時から放送開始コミックフェスタアニメ。毎週日曜深夜0時より通常版を無料配信、大人向け完全版をコミックフェスタアニメ。YouTube コミックフェスタアニメ公式チャンネルで通常版を配信、ニコニコチャンネルで通常版を配信。シーネク。